ローマ帝国のパルティア戦争勝利記念貨幣、デンマークの新旧国王の肖像を表裏に描いた記念金貨ソ連の第二次大戦戦勝20周年、一ルーブル記念貨記念貨幣とは、世界各国で国家的な出来事を記念して発行される貨幣であるが、特に出来事を記念しなくても、シリーズ貨幣として文化遺産や野生動物等を主題とするものもある。 多くが効果だが、紙幣で発行される場合もある。記念通貨ともいい、特に効果の場合は、記念効果記念コイン、紙幣の場合は、記念紙幣とも言う。日本のものは、日本の記念効果を参照。記念貨幣を最初に発行した国家は、ローマ帝国である。ローマ帝国では戦勝記念の貨幣を、たびたび発行しており、従属することになった非征服者を、 象徴的に表すことで、ローマの権威を誇示するプロパガンダの目的があった。また貨幣には、多くの場合皇帝や、国王の肖像が刻まれていたが、新しく即位した君主を記念する貨幣が発行されることがあり、それは近世になると多くなった。すなわち新しい君主の肖像を宣伝する意味もあった。貨幣には、通常の流通を目的とする通常貨幣と呼ばれる、 ものがあるが、近年では、アメリカ合衆国の50修25セント硬貨のように、通常貨幣とは異なるデザインの硬貨を、通常貨幣と同様に流通させる場合もあり、これも、記念貨幣とされる。また、イギリスの5ポンド硬貨やユーロ圏諸国の2ユーロ記念硬貨のように、毎年記念貨幣として発行される額面がある。なお5ポンドは、通常貨幣は紙幣であり、硬貨は、 記念貨幣のみである。第二次世界大戦頃までの工学効果は、本位貨幣として、金貨や銀貨など、貴金属で作られることが多く、そのため多くの記念貨幣も貴金属で作られていた。しかし、世界強行後に、世界各国で、金本位制が停止したため、通常貨幣として金貨が発行されることは、ほとんどなくなり、第二次世界大戦後は、 記念貨幣も廉価な銅貨や白銅貨で製作されることが多くなった。さらに1970年以降は銀の工業需要増大による価格が上昇したため銀貨を通常貨幣として流通させる国もなくなった。このため現在では記念貨幣のみが貴金属で発行される状況となった。貴金属の素材は金、銀が中心だがプラチナや パラジウムなどが使用されたものも存在する。記念貨幣も放課であるので原則的に通用額面が表記されているが、収集型金貨のように、額面よりもはるかに高額な素材を使用し、また額面よりも高く販売される場合もある。また地金型金貨においても、額面で取引されるのではなく、実際には地金に製造費を上乗せした価格で販売されている。中には、 毎年デザインを変えて発行されるものもあり、これらも記念貨幣の一種とみなされる。ヨーロッパの王国では王室の刑事で記念貨幣が発行されることが多い。国王の即位及び戴冠式、国王や皇太子の婚儀、国王夫妻の銀婚式や金婚式、国王の長期間の統治などが主な自由である。世界で最初に、 オリンピック開催を記念した銀貨を発行したのはフィンランドのヘルシンキ大会であった。額面は500マルカで1951年と1952年の年後目があり、直径3 2ト、mm、ルで重量が1 2ムであったが銀比率が500の低品銀貨であった。1964年には日本で東京オリンピックの記念銀貨が発行され、 人気が高まり発行による収益を大会運営費に充てるに至った。この成功をきっかけに、その後1968年のメキシコオリンピックでも記念銀貨を多量に発行し、以降オリンピック大会開催ごとに記念貨幣を発行し、その収益を大会運営費に充てることが定着した。アメリカ合衆国では1ドルと50セントの記念銀貨、5ドルや10ドルの 記念金貨などを多く発行している。1976年の建国200年記念では、通常貨のデザインを変更した1ドル50セント25セントの記念貨幣を発行したほか、偉人の生誕周年記念などの貨幣が見られる。なお、アメリカの記念金貨は、収集型金貨であり、例えば5ドル金貨は、 一般への売り出し価格は200ドルであり、法定通貨としての額面よりも多額のプレミア価格が付けられている。一般的にオリンピックやサッカーのワールドカップ、万国博覧会では開催国から記念貨幣が発行されることが通例となっているが、開催国以外の場合によってはそのイベントに参加しない国までが、コレクター目当てで便乗して、これらのイベントの記念貨幣を発行する場合もあり、 記念切手もしくは特殊切手と同じような現象も生じている。また自国にはいない野生生物や外国の世界遺産を紹介するとして記念貨幣を発行されることも珍しいことではない。このように現在の記念貨幣の概念は刑事を祝うというもの以外にシリーズでテーマを決めた効果を発行するなどいささか記念という概念を逸脱するものが増えてきている。 近年では、従来の円形もしくは、穴が開いている、記念貨幣に加え、デザインの鉄道トンネルに、穴が開いていたり、変形の記念貨幣も存在し、またカラーコインと呼ばれる着色されたデザインを持つものがある。これは、貨幣の表面に下地を塗り付けて、オフセット印刷で色をつけて加工したものである。近年日本で発行されている千円記念銀貨が、該当する。 さらには高価に宝石を埋め込んだもの、金属ではなく、クリスタル製の高価なども出現した。これらは単なる装飾品に告示しているが、法定通貨であるところが、メダルとは異なる。国の代償を問わず、記念金貨を外貨獲得の手段の一つとして、用いられる場合も、少なくない。日本でもオリンピック、東京大会の1000円銀貨では1枚あたりの、 製造コストが約400円であり、オリンピック開催の資金源の一つとなった。また、昭和天皇後在位60年記念10万円金貨では、製造コストが約4万円であり、実質発行枚数が約910万枚であったため、数千億円が国庫に入った。現在では、クック諸島や津ルといった国では、日本史上向けに、日本のアニメーションのキャラクターをかたどった。 記念貨幣を発行しているほか、1989年にはリベリアから各国原始記念シリーズの一つとして昭和天皇の肖像入り記念貨幣を2000年にはソマリアからミレニアムを象徴する人物シリーズの一つとして昭和天皇の肖像入り記念貨幣を発行したことがある。このように近年では大量の記念貨幣が世界各国で発行されている。実際に 世界的なコインカタログスタンダード、カタログオブワールドコインズは19世紀以前と20世紀、そして21世紀の3冊セットである。すなわち2001年以降はそれだけ発行される、記念貨幣は膨大であると言える。ルーマニアの回帰日食2000で浮き年ポリマー紙幣、アメリカのニドル紙幣世界の国の中には、通常の紙幣とはデザインを大きく変えた記念紙幣を発行するものもある。 中には記念名の文字や絵だけを飾りしたものもあるが美しいデザインのものも少なくない。世界で最初に記念紙幣を発行したのは1968年のスウェーデン国立銀行開業300周年を記念した獣クローネ紙幣である。現在では記念紙幣を発行する国も少なくない。中華人民共和国で1999年に 建国50周年記念50元紙幣、2000年にミレミアム記念100元ポリマー紙幣、2008年にオリンピック10元記念紙幣が発行されている。太陽国では国王即位60周年記念60バーツ紙幣など王室刑事を祝した記念紙幣が発行されている。なお、タイでは2000年に国王夫妻金婚記念として50バーツ記念紙幣の他、 1998枚のみ限定発行された超高額の50万バーツ記念紙幣が存在する。また、現在世界各国で導入が進められている樹脂製のポリマー紙幣も世界で最初に発行されたのは1989年のオーストラリア200周年記念10ドル紙幣である。日本では未だ記念紙幣は発行されていない。 なお D 県2000円紙幣は、西暦2000年、及び沖縄サミットを契機に発行されたという経緯があり、世界の紙幣カタログなどには、記念紙幣として扱われている場合もあるが、法律上は普通の日本銀行券である。同様に、アメリカ合衆国の2ドル紙幣は、建国200年記念紙幣とされているが、これは1976年に独立記念を機に、紙幣裏側のデザインが、 独立宣言調印の場面に改定されたためである。しかし実際には日本の2000円紙幣と同様に普通紙幣とみなされている。ただしニドル紙幣はニドル紙幣の通称のダブルがデビルデビルの発音に近いためアメリカでは昔から演技が悪いとされ需要がないため流通量は少なくニドル紙幣が新規に印刷されたのは1995年と2003年。 のみである。EU では、記念紙幣として、額面例のユーロ紙幣が発行されている。地元出身の著名人や世界遺産など、通常の紙幣にはない絵柄が採用されている。また収集亀当てであるが、1990年代に、ベリーズやドミニカ国などのカリブ海の国の一部は、長径白の金箔素材を、エンボス加工して、紙に貼り付けた。 非実用的な記念紙幣も発行した。ありがとうございます。